4コーナーをカーブして、さあこれからです。最後の追い比べ、先頭はエトワールスカイ、河内サンライズ先頭、2番手はエトワールスカイ、追いすがる、やはり河内サンライズ先頭だ。河内サンライズ先頭、2馬身から3馬身のリード。2番手はサージュウェルズ、河内サンライズ、この馬で決まりか。完璧です。圧倒的な強さを見せました。河内サンライズ1着、2着はサージュウェルズ、河内サンライズ見事1番人気に応えました。さあいよいよ直線の攻防、先頭変わってアグネスシャイン、後続馬も足を伸ばしてきました。2番手は黒髪、あと 200m、 アグネスシャイン先頭だ。しかし後続の足色もなかなかいい。アドマイヤメガと先頭、内から一気に河内サタデー、アグネスシャイン、河内サタデー1着、2着にはどうやらアドマイヤメガと1番人気に応えました。河内サタデー見事です。まだ寒さの残る東京競馬場、今年もトップホースたちがダート日本一の座を目指して出走してきました。 G1 フェブラリーステークス、まもなく発走です。さあ最後は大外枠の MI ブラン、ゲートに入って体勢が整いました。スタートしました。大きな出遅れはありませんでした。まずは先行争い、何が行くでしょうか。テンパイ前に行きそうです。これに続いてエセウスフリーゼ、ノーブルドライン、そのうちに続いています。その外にバトルルーラ、進行ウィンディー、そのうちに続いています。その外にカワチシュール、並んで14番、エリモメイト、MI ブラン、後ろからになりました。アイキスイフト、そのうちに続いています。並んで13番、トシボイス、ダイディール、すぐ後ろ、その隣にエアシェリフ、ザグルーム、すぐ後ろ、しんがりから鉄の戦国王、各馬砂煙を上げてかけていきます。もう一度先頭に戻りましょう。12番、エセウスフリーゼ、一気に先頭に立ちました。大ケーキを通過していきます。先頭は依然としてエセウスフリーゼ、2番手はノーブルドライン、河内シュール、3番手。さあ直線に入りました。これからの勝負、エセウスフリーゼ先頭、差はほとんどない。2番手は MI ブラン、先頭を捉えるか。やはり MI ブラン先頭だ。残り 200m、 先頭は MI ブラン、河内シュール必死に追いすがります。河内シュール追いすがります。先頭は MI ブラン、1着でゴール。 MI ブラン1着、2着は河内シュール、これが世界の実力だ。 MI ブラン